熊谷市長の小林哲也です。市民の皆様におかれましては、日頃から新型コロナウイルス感染症防止対策にご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりが進み、新規感染者は全国的に過去に例を見ない速さで増加しています。増加する発熱外来やワクチン接種に対応していただいている医療従事者の皆様、感染リスクのある厳しい状況の中、懸命に働いていただいている福祉・介護関係の皆様には心から感謝申し上げます。感染防止対策と社会経済活動を両立するという国の方針により、現段階では行動制限はされていませんが、令和4年8月4日から8月31日まで実施される埼玉県における BA.5 対策強化宣言の協力要請がありましたので、市民の皆様には次に申し上げる基本的な感染防止対策に徹底して取り組んでいただきますようお願い申し上げます。帰省や旅行等県境をまたぐ移動は3つの密の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。また熱中症に注意しながら適切なマスク着用をお願いします。外出の際には極力家族や普段行動を共にしている仲間と少人数で混雑している場所を避けて行動をしてください。体調が優れない方は外出を控えてください。家庭内感染が非常に増えています。部屋の換気はこまめに行ってください。高齢者の方は4回目接種を、また若い方はこの夏休み期間を利用して3回目接種をご検討ください。コロナウイルス感染症の一日も早い収束を目指して、皆さん一緒に頑張りましょう。